国際工業国際工業バス、国際工業バス西浦和営業所、国際工業バス西浦和営業所は、埼玉県埼玉市桜区桜谷の一の5に位置する、国際工業バスの営業所である。埼玉市、中央区、南区、緑区、四季市、朝霞市、新座市の JR 京浜東北線、埼京線に挟まれた広いエリアに路線を持つ。かつては、和光市、 富士見市、富士見野市及び東京都板橋区にも乗り入れていた。首都高速埼玉大宮線直下の新大宮、バイパス沿いに位置するため、バス通用口は、全住営業所内で唯一、左折出場、左折入場である。また、観光埼玉営業所を併設している。2007年3月18日のパスモサービス開始時から、交通系 IC カードが、 練馬営業所と共に導入された営業所である。1993年3月16日に川越営業所式分社庫、観光、川口営業所の両方の機能を移転することによって開設された。ここでは、全身の式分社庫及び式周辺における車庫開設前の路線状況を含めて記述する。東武東上線式駅周辺の路線の歴史は、 鳩ヶ谷営業所が浦和式線を開設したことに始まる。この路線が敷地区乗り入れ路線の第1号で終戦を経ってから西武自動車との共同運行路線として浦和式所沢線が新設された。これは前日の浦和式線の延伸にあたる。敷地区の路線も拡大はそれで終わらず、大宮式線、浦和浅式線、池袋式線などが次々に新設されたが、 当時は、季周辺の市街化が進んでおらず、加えて、西部、東部との競合区間も多かったことで、本数は少なかった。それによって、路線を担当する、営業所も練馬、浦和、大宮、菅も川越など、複数の営業所が分担して担当していた。1960年代に入ると、季周辺では、中野下住宅をはじめとする住宅、 団地が相次いで造成され、これに伴って路線バスの運行密度も住民の貴重な足として徐々に高まっていった。こうしたことから、1965年12月16日に北足立郡足立町大技式に川越営業所参加の式分社庫が新設され、車両は26台が在籍、式周辺路線の多くを同社庫が担当するようになった。 四季文社庫の所管地域は1980年代に入ると東武東上線と英段有楽町線の相互直通運転が開始したり、1985年10月1日には国鉄最強線が開業するなど交通の便が一気に改善し、東京のベッドタウンとして宅地化が進んだ。これと同時に、 式文社庫管轄エリアは運行強化が必要とされたが、以下の問題点が原因となって、困難を極めた。式文社庫の所在地が運行エリアから離れていたため、社庫近隣を通る自社路線が存在しなかった。県道から路地を入った、強硬な住宅街の中に所在していたために、近隣住民から騒音等に関する苦情があった。所管路線の増大及び、 既存系統での増発に対して、車庫面積が手狭であったことからまかないきれず、用地不足に陥ってしまい、さらに蒸気の立地条件から増車、敷地の拡張が不可能で運行強化が困難だった。これを背景に、国際工業では、四季を含む埼玉県南部の荒川流域における路線の運行を強化することとなった。そして百九十三年三月十六日、 浦和市桜田に、四季文社庫観光、川口営業所の機能を移転し、両所を統廃合する形で、国際工業バス西浦和営業所を開設した。これにより、四季文社庫への出入庫系統であった四季駅、四条坂上線等の廃止、四季駅、浦和駅の両方向への出入庫系統の新設、長距離路線の浦和駅や坂四季駅線が、営業所近くの、 深海入り口まで短縮されるなどの再編が実施された。その後も出入庫系統を中心に、いくつかの系統で、奇襲点の変更等があったものの、開設からしばらくの間は、乗り合いバスの営業範囲は、式文社庫時代とほぼ同じであった。その後、1998年11月16日に、練馬営業所担当であった練馬車社庫。 成増駅入り口朝香台駅線が廃止され、代替として、東営業所が朝香台駅行く上線などを開設した。ついで、2000年10月16日に、浦和、大宮両営業所が廃止され、埼玉市東部に移転、統合して埼玉東営業所となったことにより、両営業所から JR 京浜東北線移成の路線を多数移管させた。これにより、路線網は 西堀、大久保、白具は、埼玉新都心など、現在の埼玉市桜区、中央区のほぼ全域にまで手を広げた。また同時に、貸切バス事業は、都田営業所へ移管した。さらに、2003年に、朝霞駅、南口広場が整備されたことにより、同駅を起点とする再編が実施され、朝霞市を通る路線のうち、練馬営業所担当で残っていた2路線が短縮。 移管され、朝霞市を通る路線はすべてあたり営業所の担当となった。以上のように、周辺営業所からの路線移管が続き、西浦和営業所は現在の規模となった。なお、四季分社庫の管轄営業所であった川越営業所は、西浦和営業所の開設と同時に、同所の分社庫に格下げとなった後、1995年1月16日に廃止となっている。 これについては後に記す。紅葉が始まった浦和駅西口を発車する桜区役所行き浦和駅西口発着路線において桜区役所方面への路線は西浦和営業所の主力路線として位置づけられ、1965年3月1日の浦和駅西堀北浦和駅線を起源とすることから長い歴史を持つ。 2003年11月16日の大規模再編によって一度は上記の経路へ変更されたが、町や交差点の交通渋滞によって定時性が低下したことから、2004年12月10日より、浦和駅市役所前から西堀中浦和駅、県庁前から浦和駅へ経路変更が実施された。始発から午前10時台までが市役所先回り、 それ以降は中浦駅先周りとして設定され、出入庫として枝番が新設された。2000年代までは同一経路で長らく運行が続けられていたが、2003年11月に行われた大規模再編以降は、裏11に限らず様々な路線に手が加えられ、利便性の向上及び不採算路線の整理が進められていくこととなった。 2011年11月1日より、西堀循環は再び桜区役所発着路線に、経路が戻され、循環路線の出入庫は廃止された。裏11からには、1993年3月の、西浦和営業所開設時に、志差一の出庫用路線として南、元宿始発の片道運行として新設された。2000年10月の浦和営業所閉鎖時に移管された。 裏11と異なり、元から西浦和の路線である。1997年4月16日に旧、裏12と統合されて、西浦和車庫発着の往復運行となって、現在に至る。裏11が浦和の所管だった際は、当初から西浦和の所管だった裏11から2とは、系統番号が同じながら別々でダイヤを組んだため、上記の2路線が同区間を、 同時刻で運行する姿が頻繁に見られた。2011年11月に、裏11が、現行の経路になった際に、裏11から2の大半が裏11に振り返られ、特に西浦和車庫発の出庫便は大幅に本数が、減らされた。浦和駅から主に六軒道路を走り、桜区西部の大久保に向かう。桜区中北部と浦和の中心街を結ぶ。 唯一の公共交通機関で、朝席時間帯運行の時は四丁目経由と日中時間帯運行の市役所前経由が存在する。さらに大久保浄水場発着のうち、浦桜と付く系統は桜区役所にも立ち寄る。東京周辺で広く使われているターミナル記号数字による系統番号の中で、このように経由値を示す記号を付け加えるケースは、 珍しい。日中時間帯は等間隔でパターン化されており、桜区役所折り返しと大久保城水上域が交互に運行される。桜区の中北部は1955年以前はドアイ、大久保という二つの村が残っていたところで、この線は昭和20年代末にそのドアイ村への足として開通したものである。昭和30年代に入ると、 大久保方面に延長されたが、当時の浦和市西洋欄には、千貫土井という終点が図示されている。1965年頃には、大久保農協を終点としていたようで、現在の大久保市所付近と思われる。現在はさらに先の大久保浄水場まで延長されているが、終点付近は農村の面影を色濃く残している。2010年2月8日より、 市役所前経由の裏12から2が新設され、平日日中は全便が市役所前経由での運行になった。2011年3月16日より平日、夕以降及び土休日日中の裏駅桜区役所間の増開裏13から2の新設などが行われた。なお、2011年11月に裏1が経路変更されたことにより、 再び輸送力の調整が行われた。2014年3月16日より、土休日の裏12を、裏12から2に振り替え、さらに、裏桜13を廃止し裏桜13から3に、振り替えたことで、土休日も含め市中の、全便が、市役所前経由での運行になった。2018年1月のマジア元太線、開通、2019年3月の大谷城。 高木線開通によって、浦和区中町交差点から桜区役所までが1、直線で結ばれたことに伴い、2021年7月1日より運行を開始。浦和駅から中町3丁目まで浦桜13-3と並走し、そこから10石田までは独自ルートを走行する。なお西堀高沼公園は、埼玉市による正式な読みを採用している。 2011年9月1日に埼玉東営業所から移管。西浦和で唯一 JR 京浜東北線の東口側を走行する路線で浦和駅から大田久保、駒場運動公園を経由して北浦和駅へ向かう。全日とも10から15時台までは全便が北浦和ターミナルビル発着となっている。なお移管時に埼玉東の出入庫であった裏51からに 北浦90は廃止された。2016年1月16日より、浦和駅西口まで延伸し、東口ロータリーには乗り入れなくなった。埼玉新都心駅から白く電圏住宅を経由して、北浦和駅へ向かう路線で、2000年4月1日に埼玉新都心駅が開業するのと同時に、新都01及び新都01から2が新設された。 白川地区から JR 埼京線、京浜東北線をどちらも利用できる路線で、当初は、与野本町駅までの運行であったが、2003年11月16日の改編によって、与本01、北浦05の代替で、北浦和駅発着へ変更された。白川電圏住宅及び新中里3丁目は、バスの待機場となっており、職員待機用のプレハブ建物が置かれている。 新中里3丁目8着の北浦十1は、平日1日1便のみの運行で、その他の車両待機は改装で行っている。白くは電検住宅へは、日中を北浦0五、朝夕は電検住宅折り返しの、予例に北浦0四が運行する単純な形態であったが、1985年10月1日の国鉄最強線開通後は開設された。 世野本町駅への立ち寄りが始まり、1998年11月16日の改編で、世本0一新設による、世野駅のリーレビン削減とともに、白具は、神田地区から陣屋経由で、世野本町へ向かう世本0二が追加された。また、2000年4月1日の埼玉、新都心駅開業によって、新都0一と新都0二を新設。 これにより北浦和寺にや四六和電県住宅、四六和電県住宅埼玉新都心線のに、系列が並存するようになったが、2003年11月16日の改正で、新都01は北浦和駅発着となり、現在の四六和,町駅発着は四六和巡環と、早朝、夜間運行のジニア周り四六和電県住宅。 発着の2路線が運行されている。北浦和駅西口から国道463号を直進し、埼玉大学へ向かう路線。北浦03の本数自体も多いが、南予野駅埼玉大学間は志03の三や北町0二などの路線が並走する。2007年11月21日より、北浦03の深夜バスと南予0一が新設された。 2012年4月1日、南予霊にが新設された。南予霊には、新設当初は南予の駅方面のみの運行であったが、2015年4月1日より、下大久保方面が新設された。深夜バスは、西部担当便は2020年10月より廃止となった。北浦和駅と埼玉大学は、校内の乗り場と先を通り場の乗り場の2カ所があり、どちらからも、 乗車可能である。2000年10月16日の埼玉東開設時に新設された出入コ線で西浦和車古発は直接南元宿に向かっていたが2003年11月16日より営業所のすぐ北の流通センター交差点で折り返すことで田島、西堀を両方向とも経由することになった。前日の通り 鳩ヶ谷自動車によって開設された古い路線で、四季駅発着路線の最終力路線。開業当初から四季駅浦和駅を結んでおり、東部東上線との連絡ギップを発行して、利用促進を図っていたとの記録が残っている。日中は20分間隔と多くないが、路線の中間部で秋ヶ瀬橋を渡るしも胸岡3丁目、高畑館以外は、志礼後、 裏11のような平行路線が補助的に走り、円滑な運行が確保されている。国鉄武蔵の線開業も、相まって徐々に運行回数が減回されたが、現在も主要路線として運行されている。志80は、宗岡小学校近傍にある待機場への出入り用として、2004年12月10日に新設された。2007年1月16日より、 心差し01から3が、西浦和車腰発に改められて、心差し01から2に統合されたが、2011年3月16日より、復活した。2000年代に入ってから、式在住の上田聖二が2003年8月1日の、初登場時に、心差し01を利用したり、2003年6月20日には、秋ヶ瀬橋周辺の荒川で、 たまちゃんの愛称で親しまれたアゴヒゲアザラシが発見されて、記念のバス共通カードが発行された。東京を目指す東北新幹線を背に、南与野駅西口を発車する志零三から三原型は大十一であったが、与野駅、北浦和駅、与野本町駅と、JR 京浜東北線、または、埼京線側の発着駅の変更を経て、北浦零五の廃止と、 余霊人の代言便を受けて、世野駅、世野本町駅を保管するように、世野駅まで再延伸された。このように幾度と経路を変更、路線の新設、廃止を経て、現在は、四季南世野線と、北朝霞南世野線のみが残る。2004年からは、埼玉大学の峠工事艦隊に運行する、埼玉大学発着便を新設した。 2007年11月21日に、心差し霊山から3新設とともに、心差し霊山の本数が減少。2009年4月1日の改正で、心差し霊山は、世野駅発1本のみの運行となり、心差し霊山から3画像を回された。2010年2月8日の改正では、心差し霊山から2が、平日夕方の埼玉大学発1本となり、 心差し03から3が全日に渡り増回された。2010年4月1日の改正で、心差し03、2011年3月16日の改正で、心差し03から2が廃止されたが、現在でも枝番は残されたままである。北浦03と同様に、埼玉大学は、大学校内の乗り場と先大通り場の乗り場のどちらにも停車する。 1972年に開業して以来、中野下引き換市場線として1時間に、おおむね1から2本程度の運行を維持してきたが、2003年11月16日の、改正で大幅に、減便、1日1往復となった。この減便については沿線に対して、十分に周知が行われなかったためか、沿線住民から不満が続出し、式市議会議員に取り上げられるまでになった。 そのため、2004年2月1日の改正で、志01から2.01から3.05から3を振り返る形で5往復程度まで増便された。2011年3月16日の改正で、市場坂上経由から四季市民会館経由に経路変更し、さらに日本アイスレダリーの製薬工場跡地を開発した四季の森周り,りに経路変更の上で、 柳瀬川駅まで延伸した。柳瀬川駅延伸当時は、平日の日中時間帯は、心差し4から2として、四季市役所の正面玄関前に遠回りし、停車していた。2013年1月16日より、心差し4から3が新設された。中の下付近が、京愛寺であるが、引き返し場線時代は、大型車が使用されていた。しかし、 延伸区間の第二福祉センター前から、四季市武道建前館がさらに境愛寺であるため、日野、リエッセなどの小型車で運行されている。2020年1月6日付で、志零四から2系統が廃止された。四季駅から宗岡地区を循環する路線で、終日、宿周りと宗岡周りの両方が運行される。宿周りは、色羽橋出発後、宗岡周りは、 胸岡出発後に左折し、ラケット上の経路となる。志令後から3割アド回りの区間便で、主に出入庫であるが、一部に往復運用も存在する。式文社庫が設置される以前から運行され、西武バスとの共同運行である。終点の突破印刷は、突破印刷株式会社朝霞工場で、現在運行しているのは、直行便であった志差し令9の確定便である。 2005年5月16日の改正で、夕方の式駅発がすべて心差し09-2となった。2010年9月15日に、心差し09が廃止され、全便が心差し09から2となった。朝霞駅南口を走る路線は、かつては朝霞市内循環として西部によって運行され、1976年の再編時に国際工業へ移管された。その後朝霞駅、 南口ロータリーが完成するまでは、四季駅から朝霞駅をまたぎゆからぐ城方面へ向かう路線が主流であったが、道ロータリー完成後の2003年11月16日の改正では同駅を起点とする再編が実施され、朝霞駅南口で分割されて現在の形になった。同時に所管も練馬から西浦に移り、案内もコミュニティバスと紛らわしかった。 朝霞市内循環の名称を廃止し、朝霞南口循環に改められた。なお、2008年4月1日の朝霞駅、東口ロータリー完成後は、道ロータリーへの乗り入れを開始すると同時に、南口から東口の営業を止めたため、朝51.51 51から2が廃止されている。現在は、国際工業の独自区間である桜川岡丘膝折り、 坂下間の輸送に重点が置かれ、朝13は2010年2月8日の改正までは、朝夕のみ運行だったが、この改正により松深は坂駅南口は、日中15分間隔となった。朝11、朝12は不採算を理由に、2020年3月31日に、埼玉県生活交通確保対策地域協議会に、廃止届が提出された。しかしながら、 道路線の運行区間は他のバス路線と離れており交通空白地帯が多く発生することになるため同年8月26日付で朝11に関しては廃止が撤回されることとなったそして予定通り2021年3月16日の改正をもって朝12が廃止されたまた残存した朝11朝13も日中時間帯以降限界となった 現在の系統番号と元番号の対比前述の四季駅朝霞駅湯から空場などが母体で朝霞駅南口ロータリー完成によって2003年11月16日から朝霞駅発着が新設された当初は朝霞駅南口発着で運行されていたが朝霞駅東口のロータリーが完成したため 2008年4月1日より乗り入れを開始すると同時に東口発着へ改められた。なお、終点の内巻は、朝霞市の運営する公衆浴場、湯から宮城がオープンした翌年の1998年8月に延長したもので、停留所名も当初は湯から宮城であった。しかし、湯漏れや地盤沈下などの問題が発覚し、 湯から宮城は2006年4月以降営業を休止した。その後10年近く、停留所名だけが湯から宮城のまま残っていたが、2015年10月1日に内間木へ改称した。同時に2008年4月1日に宮台から改称した積水化学停留所も、積水化学の工場閉鎖に伴い再び旧名称へ戻した。北浅香駅側から、 宮戸で宗岡地区を循環する路線で、平日ラッシュ時間帯を除き同一時間帯には、国際工業、東部のどちらか一台のみで運行される。また、一年ごとに東部バスと運行便の入れ替えを実施している。2010年12月1日新設。北朝香駅、胸岡間は、北朝0一と並走するが、途中の浄水場入り口、宮戸、宮戸郵便局。 構造時の4停留所には停車せず、直通で運行する。また、北朝霞駅では、東口ロータリー内の乗り場は使用せず、西口の道路上の停留所から発車する。1989年12月13日に、新設された国際工業のミッドナイトアローとしては最も古い路線で、国道17号を北上し、大宮駅へ向かう。 2009年3月16日にソニックシティ前、停留所が新設された。2019年8月9日から9月1日と7日8日に、運行された高速バス路線。大宮駅東口発の朝2便と、サマーランド発の午後2便の計2往復4便で、首都圏中央連絡自動車道を経由する。大宮駅東口の乗り場は、 第02から4系統などの一般路線と一部の長距離高速路線バスが発着する9番乗り場から乗車、到着は高島山への停留所となる。座席指定制で予約は乗車日前の1ヶ月前からウィラートラベルが扱う形となるが空席がある場合に限り当日の予約なしでも先着順での乗車になる。4列シートの4二人乗り観光バス車両による運行。 浦和駅西口から一定の短距離区間にワンコインバス制度が設けられている。路線廃止後に名称変更が実施された停留所については急所とする。白色 LED 表示の国際工業バス西浦和営業所所属3235号車西の浦和営業所所属していた CNG のステップバス。現在は全社引退済み。他の営業所同様に 一般路専用が、いすず自動車制だが、コミュニティバス専用の小型車は、日野自動車制である。開設時には、四季分社庫と観光、川口営業所の現役車両が集約され、移転に伴い四季分社庫の車両は、西浦和営業所の開設数日前より、四季市管轄の所沢ナンバーから、浦和市管轄の大宮ナンバーへと変更された。 また、式文社庫時代から川越文社庫閉鎖時まで、川越、式両地区の系統が収められた、共用方向膜を装着していた。CNG ノンステップバスが配置されていたが、特に3901号車は、民営事業者初の CNG ノンステップバスであった。補助金の関係から、北浦03や浦桜13の3などで、優先的に使用されていたが、 末期には補助金による縛りが解けたためか、志差一などの荒川を渡し橋する系統や、桜ディアの特装などにも使用されていた。国際工業助籍後は、山梨交通に移籍したが、2015年頃に引退した。近年は、白色 LED 車両の導入が進んでおり、他の中指車等と同じ運用に入っている。低酸オートの営業所を譲り受けされて1960年。 解説。川越市新名町に位置していた国際工業の営業所で傘下に式分社庫を置いていた。観光川越営業所を併設しており、国際工業唯一の所沢ナンバー観光社が在籍していた。当時の所属台数は乗り合い10台、観光11台。営業所敷地は東部バス、川越営業所と道路を挟んで橋向かいにあり、 最寄り停留所名や方向幕では、新名庁車庫と表示、車内放送や、運賃表示機の自停留所案内では、川越新名庁車庫で案内されていた。川越駅西口と高萩駅をターミナルとして、国鉄川越線沿いの川越市西部日高市を主な営業エリアとしていた。最盛期の1 9五十年代半ばから1 9六十年代後半、五郎には、 当時、秘伝化かつ、列車本数の少ない国鉄の足代わりとして、反応営業所と共同運行で、反応駅、高麗駅、駒川駅、高萩駅、笠畑駅、西川越駅、本川越駅,川越駅、川越駅線などの長距離路線などが活躍していたが、川越地区の国際工業は、東部、西部に押されて、路線密度、運転本数とも低調だった。さらに、 川越市街地の道路混雑や踏切による渋滞最強線の開業と川越線の直流電化運行列車増発1993年3月16日の西浦和営業所開設による川越営業書式分社庫の機能を移転などによって西浦和営業所開設と同時に同所の川越分社庫に降格された。 分け車庫となる以前から、三加の敷地区の路線が活発だったこともあって、立場が逆転していき、西武バスへの路線移管を経て、1995年1月に、観光川越営業所と共に完全閉鎖された。この川越分車庫の閉鎖をもって、国際工業から営業所参加の分車庫が消滅した。川越営業所閉鎖に伴い、 路線車は1台のみ在籍していた i s u CLM470 は助籍となったが、他の車両は1台のみ在籍していたジャーニー1系が練馬営業所へ、キュービックは戸田、鳩ヶ谷、反応営業所に、観光車は東営業所へそれぞれ転属した。他社の出張所及び文社古等ではナンバープレートの違うエリアであっても、本所の管轄エリアのナンバープレートで登録される。 ケースが多いが、これらの車両は、西浦和営業所参加に収まっても、大宮ナンバーに変更されず、所沢ナンバーのまま閉所まで運行されていた。また、営業所各時代から川越分社庫閉鎖島まで、川越、敷領地区の系統が収められた、共用方向膜を装着していた。なお、従業員の大半は、東営業所へ移動したものの、一部は、反応へ移動した。 また閉鎖を機に退職した従業員もいたが、その中には東部バス、川越営業事務所へ移籍した者も,もいた。西部バスへ移管された路線のうち、川越駅発は路線短縮、減便による縮小傾向の一方で、新規路線開拓によって、霞の型面の路線が川越市西部地区での経路変更、ダイヤ改正を実施、新経路として沿線にある、 ナオミ学園大学への利用手段や、大学近くにある、ハローワークへの利用手段の目的強化を行うなど、新たな利用客獲得に成功している。国際工業から、西武バスへ移管された高萩駅、駒川駅周辺の路線は、2006年4月1日に、西武バス反応営業所から、イーグルバスへ再移管されたが、2017年4月1日を、もって、高萩駅日高。 団地間が廃止となり、この区間からバス路線が消滅した。2013年現在、川越分社湖の跡地は、青木川越新名町店となっている。1994年5月1日の西浦和営業所川越分社湖の担当路線は、以下の通り、停留除名は運行当時のものでるありがとうございます。